はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。ちょっといつもと違う感じになってると思うんですけれども、場所がちょっと違うんですね。自宅のちょっと片隅で撮ってるのでちょっと暗いんですけれども、一応ねグリーンバックでまた撮ってるんですけど、抜けてるかどうか心配ではあるんですけど、ちょっとね映像が乱れてたら、申し訳ありません。今週もちょっとエクササイズの動画がなかなか撮れなさそうなので、商品紹介とか、トーク中心になるんですが、なるべくね、皆さんが、面白いと思ってもらえるような、トークとか、あとはね、役に立つ商品を紹介していこうかなと思いますので、また1週間かな、そのぐらい、トーク系になっちゃいますけど、ご了承ください。はい、では今日紹介していきたいのはこちら。はい、久しぶりのライズアップですね。はい、くるみロールっていうのが売ってたのでちょっと買ってみました。で、早速ね成分読み上げていってみましょう。エネルギー 121kcal、 タンパク質 8.8g、 脂質 5.2g、糖質 10.8g、食物繊維 4.1g、 ナトリウム 191mg、 トランス脂肪酸ゼロって書いてありますね。うん、トランス脂肪酸ゼロなのはいいですね。食べるプラスチックって言われるぐらいね、ちょっとね人工的なものなのであまり良くはないと思うんですけども、これ一番いいのはクルミが入ってること。クルミってオメガ3脂肪酸が取れるので、例えばコレステロール値を下げたりとか、あとは中性脂肪値を下げたりとかね、オメガ3脂肪酸って細胞のね、重要な構成要素なので取っといた方がいいんですね。脂肪をね全部抜いてやると多分ね肌の、張りとかが多分なくなっていっちゃうと思うので、というオメガ3脂肪酸っていうのは取りながら、ダイエットする方も減らしていった方がいいんじゃないかなと思います。あとはタンパク質もそこそこ入ってますし、脂質抑えめで、糖質がまあちょっと多いですけど、それはパンなので、小麦粉ね使ってますし、パンなので仕方がないかなっていう部分ではあるんですけれども、このぐらいだったら優秀かなっていう感じです。でもサブチャンネルで出したんですけど、ローソンのねブランパンの方が、僕はね優秀かなと思います。はい、ということであとは味ですよね。食べてみましょう。僕お昼ご飯まずなのでちょっと楽しみです。匂い、ちょっと花粉症で匂いしにくいですけど、結構ねくるみのいい匂いがします。じゃあ早速いただきたいと思います。結構歯ごたえがあります。これでパン自体はローソンのブランパンに近いような雑穀を使ってる感じ、あとなんか大豆の粉を使ってる感じっていうのがねやっぱり感じ取れます。ただ歯ごたえがいいので、これ結構ね美味しいと思います。あんまりなんか凝ったものよりこういう素朴なやつの方がね、ライザップさんいいかもしれないですね。これ結構おすすめです。お腹空いてたんで全部食べちゃいましょう。このぐらいまで食べたんですけど、飲み物ないと結構苦しくなりますね。はい、ごちそうさまでした。はい、今日はね、ファミリーマートで売ってるライズアップの、くるみロール、買ってみて食べてみました。成分的にもね味的にもこれはなかなかおすすめだと思います。ただこればっかり食べてるとやっぱり糖質がね多くなってきてしまうので、ダイエットだからってばっかり食いにならないようにしっかりバランスよくね、食べていただいた方がいいかなと思います。はい、今日の商品紹介は以上とさせていただきます。私のこちらのメインチャンネルとそれ以外にも2つチャンネルがあります。それから各 SNS のリンクも概要欄に貼ってあります。ぜひチェックよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。